FNS 歌謡祭 2018FNS 歌謡祭第2夜の会場となる番組の生放送が行われたフジテレビ本社 FCG ビル 2018FNS 歌謡祭はフジテレビ系列で2018年12月5日19時2328.12月12日19時23時28分に生放送された通算47回目の FNS 歌謡祭である 平成最後の FNS 歌謡祭となる。また、翌年に、相葉正樹、長島由美へ交代したことに伴い、2015年から4年連続で担当してきた森高千里、と渡辺健が務める FNS 歌謡祭の司会はこの年が最後となった。2015年から2017年に引き続き、4年連続で、本年も当番組では2レーズとして2回に分けと生、 放送されることが同年11月9日に番組ホームページで発表された。また、前年に引き続き2週連続の放送となり、2週とも4時間28分の大長編となる。第1夜は例年通りの形式で、グランドプリンスホテル新高菜は起点より12月5日19時23時28分に、第2夜は、 富士テレビ特設スタジオより12月12日19時23時28分に生放送された。第1夜かきのスペシャル企画を含めた16個の見どころが設けられていた。第2夜かきのスペシャル企画を含めた7個の見どころが設けられていた。12月5日の平均視聴率は14.2%で昨年より上回った。また、瞬間最高視聴率は22時2分。 クリスマスウィンターソングメドレーとしてエグザイルがラバーアッツアゲ s ンを披露しているシーンで18.3%だった。12月12日の平均視聴率は11.8%でこちらも昨年より上回った。また瞬間最高視聴率は21、0.21、05、平成の FNS 歌謡祭名共演習を出演アーティストと共に振り返るシーンで 14.9%だった。また、昨年に引き続き、第1や第2やどちらも当番組限定で、司会の森高、渡辺が出演するグーグルとのコラボ CM が制作されて、番組の随所で放送された。トップバッターでは、当番組では、東京スカパラダイスオーケストラとカンジャニエイトが、それぞれ初めて担当して、番組のオープニングメドレーの1曲目として、 パラダイスハズノーボーダーを披露した。大鳥では、平成最後の FNS 歌謡祭の特別企画として、総勢10組の出演アーティストが担当して、時代を披露した。第一夜のステージの最多出演者は、井上義雄であり、6曲に参加していた。番組前半では、昭和の名曲が出演アーティストのカバーによるメドレーで披露された。また、アイズワンが、 日本の音楽番組に初出演となり、パフォーマンスが披露された。さらに、ミュージカル名作3作品、ライオンキング、ナイツテイル騎士物語、キンキーブーツのスペシャルパフォーマンスが披露された。番組中盤では、中山美穂がワクワクさせてを音楽番組としては、約23年ぶりに披露した。また、ダパンプと騎士団のコラボレーションで、USA とワンナイトカーニバルが、 マッシュアップされた ONC One Night Carnival 2018が特別に披露された。さらに、嵐とゆずのコラボレーションで北川久人が作詞、作曲を手掛けた夏疾風が披露された。番組後半では番組恒例であるクリスマスウィンターソングメドレーが出演アーティストのカバーコラボレーションで披露された。また、デビュー15周年を迎えたニュースの FNS 限定の スペシャルメドレーが披露された。久保田敏信、劇団四季、シン・ア世界の終わり、高橋マリ子堂本つよし、中山美穂、浜崎あゆみ、藤文也薬師丸博子は、事前収録での出演だった。第一夜では、ジャニーズ事務所からは、キンキキッズ、嵐、ニュース、関ジャニエイト、ヘイ、セイ、ジャンプの5組が出演した。出演アーティストは、 全54組で全75曲中28曲がコラボレーションで披露された。トップバッターでは番組恒例のクリスマスソングメドレーの1曲目としてキングプリンスが赤花のトナカイを披露した。大鳥では平成最後の FNS 歌謡祭の特別企画、後世に歌い継ぎたい日本の名曲として総勢14組の出演アーティストが担当して あの素晴らしい愛をもう一度披露した。第2夜のステージの最多出演者は山崎育三郎と中川明則であり、それぞれ6曲に参加していた。番組序盤では第1夜に引き続き番組恒例のクリスマスソングメドレーが出演アーティストのカバーコラボレーションで披露された。番組前半ではこちらも第1夜に引き続きミュージカル名作2作品プリシラ ジャージー・ボーイズのスペシャルパフォーマンスが披露された。番組中盤では同年8月に急成した漫画家の桜桃子の追悼企画としてチビ・マルコちゃんの歴代オープニングテーマエンディングテーマといった主題歌のスペシャルメドレーが出演アーティストのコラボレーションで披露された。また、桃色クローバー・アッツェットがユニバーサル・スタジオ・ジャパンのギネス世界記録の イリュージョンクリスマスツリーや巨大なプロジェクションマッピングでパフォーマンスを披露した。番組後半では昨年に引き続きミュージカル名曲メドレーとしてドリームガールズ、ロミオとジュリエット、キューティブロンド、モーツァルト、オペラザの怪人、エリザベートといった各作品の主題歌や挿入歌が出演アーティスト同士のカバーコラボレーションのスペシャルメドレーで披露された。また平成最後の FNS 歌謡祭の特別企画、平成最後のスーパーアイドルソングとして、AKB48 の乃木坂46、ケヤキ坂46アイズ1の各メンバーが、FNS スペシャルユニットアイズ4648を結成して、秋元康氏が FNS 歌謡祭のために書き下ろした楽曲、必然性を特別に披露。番組終盤では、トシュルとジェジュンが、 尾崎豊の名曲をカバーしてメドレーで披露。また、デビュー20周年を迎えた愛子とデビュー10周年を迎えた西野カナがそれぞれ FNS 限定のスペシャルメドレー、三浦大地が映画ドラゴンボールスーパーブロリーの主題歌、V6 がアニメワンピースのオープニングテーマなどを披露。さらに、平成最後の FNS 歌謡祭の特別企画として、 過去に放送された歴代の平成の FNS 歌謡祭で披露されたパフォーマンスの中で名シーンを一挙に振り返る平成の FNS 歌謡祭名演習貴重なコラボレーションを出演アーティストと共に振り返る平成の FNS 歌謡祭名共演集が番組の随所で行われた。愛子、合図4648神田さやか、たらこ、爆中問題、星野源 ミセス・グリーン・アップル・モモ桃色クローバー Z は事前収録での出演だった。第2夜ではジャニーズ事務所からは V6 カトゥーンキスマイフット2セクシーゾーンキングプリンスの5組が出演した。出演アーティストは全51組で全74曲中25曲がコラボレーションで披露された。今年はアイズ1池森周一 上坂すみれ、勝也、神田んださやか、キングプリンス、劇団四季、劇団四ドル五十セント、ひらがなけあき、ジェジュン、ジェニーハ白田優、陣内隆の新シン風花、ダパンプ、玉木上実、たらこ、ディーバ、中川内正隆、中川あき爆中問題、浜田めぐみ、福井正一、三浦春馬、ミセス,スグリーンアップル、宮野守、矢崎博士、 ゆナなく、吉本坂46、リサの30組のアーティストが、FNS 歌謡祭に初出演した。第1夜、第2夜のどちらにも出演したアーティストは、アイズワン、AKB48、ケヤキザカ46、シロタユ浦大地、山崎育三郎の6組。第1夜、第2夜合わせて、出演アーティストは100組、披露された楽曲は149曲。 披露されたコラボレーションは53共演となった。第1夜、第2夜合わせたステージの最多出演者は、山崎育三郎であり、計8曲に参加していた。大塚愛は2007年以来の11年ぶり、エグザイル、スーパーフライ、世界の終わり、東京スカパラダイスオーケストラ、中山美穂、カトゥーンは2015年以来の3年ぶりの、FNS 歌謡祭の出演となった。 メドレー企画、クリスマスソングメドレーとミュージカル名作パフォーマンスは第1夜、第2夜のどちらもそれぞれ異なる楽曲や作品で披露された。t o k o は山口達也の不祥事による脱退で音楽活動を休止したため出演を辞退した。同年の歌の夏祭りに出演したアクアは11月17日、18日に行われた。 ホースライブと本番組の放送時期が近かったこともあり、出演を辞退。翌年の FNS 歌謡祭で帰り咲きを果たしている。セクシーゾーンの松島佐都と,と、キングプリンスの岩橋源樹は、パニック障害で休養による、活動休止中のため出演を辞退した。乃木坂46の西野七瀬、江藤美祭、斎藤ゆり、桜井玲子、井上さゆり、モーニング娘。 18のークボ・ハルナ、AKB48 の竹内美優、高橋樹里、HKT48 の指原里乃、欅坂46の米谷七ニ・長浜ねる、鈴本美優、NGT48 の山口真帆、菅原リコ、長谷川玲奈、高倉萌香、大野彩香、加藤南、なみ、ひらがなケの柿崎めいみ、井口真央、関ジャニ8の錦戸土にとって、グループメンバーとして、 最後の FNS 歌謡祭の出演となった。第1夜太し文字は当年の NHK 第69回 NHK 紅,紅白歌合戦に出場。50音順第2夜太し文字は当年の NHK 第69回 NHK 紅白歌合戦に出場。50音順第1夜第1夜第2夜ありがとうございます。